オーストラリアは働く車としてやっぱランクルは売らなきゃならないんで、リラックスみたいにバッとブラックなんですよ。皆さんこんにちは、チャコパンです。チャコパンです。そしてよりガレージです。皆さん新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。今年もよろしくお願いします。皆さんもよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ相変わらずねお願いします。いつものようにやります、はい、新春一発目の動画なんですが、今日のお題はランクル300オーストラリア編ですか。そうですね。多いんでしょ。そうなんですよね。たまたまね、年末にオーストラリアトヨタのランクル300のホームページを見つけました。それはよりさん検索しようと思って検索したんですか。いや違う、元々海外仕様の300はボディの色だったりいろいろ仕様が違うのを暇つぶしに探してたんですよね、画像とかを。さぞ暇なんですよ。そうでもない質問なんですけど、はい、海外版のランクル300ってオーストラリアと他あるんですか。ない。ある。それもういろんな、もうもちろんドバイだったり、もう世界中に。それはね、もともと300の前のランクルだったり、まあ普通の乗用車とかでも、なんだったらね、名前が変わったりするんですよね。日本だけの名前。ランクル300は日本だけ？ランクルは世界中でランドクルーザーっていう名前で売られてるんですけど、はい、ハイラックスサーフなんかはアメリカではフォーランナー。名前で売られてる。そうなんだ。そう。そうなんですね。トヨタの BB っていうのは、確かサイオンとかっていう名前だったかな。で、名前って国で変わるんですよ。その中でランドクルーザーだけは、世界中で全部ランドクルーザーで通用する共通なんですけど。たまたま見つけたオーストラリアさん。オーストラリアさん。さん。ネット上ですけど、向こうのカタログなんかも見れて、知ってる人はね、つまらないかもしれないんですけど、知らない人のために説明をしたいなと思いまして、いくつか驚いたことがあるんですよ。まず一つが、オーストラリアはディーゼルターボのみなんですよ。ガソリンがない。ガソリンがないんです。なんで？うん。それなんでなのかなーっていう疑問は確かにあって、で、これって、いい点、悪い点両方あると思ってて、つまりディーゼルターボしかないってことは、一番下のグレードもディーゼルターボなんですよね。だって日本だと VR と ZX しかディーゼルは選べないんですけど、すべてのグレードがディーゼルっていう、いいとこというか。あ、じゃあもう AX とか GX とかも、うん、全部ディーゼルターボのみなんで、それがいいとこなのかなと。ただ、逆に言うと、ガソリン車も選べないわけですよ。まあ一択ですね。ああ、そっか。そう。僕としては、やっぱり、ディーゼルとガソリン、両方選べるっていうのが、オプションとかを最初から標準じゃなくて、まあデフロックでも何でも、選べた方が、車体を安くして、自分好みにカスタムしていったりするのが面白いと思うんで、冷蔵庫つけたりそう。冷蔵庫もそう。そうね、冷蔵庫もそうだし、お詐欺になったデフロックもそうだし、うん、サンルーフだったり、ステップだったり、いろいろ。上のグレードはなんかね、それが全部ついてて、低価になってるようなイメージもありますけど、グレードが、日本でね、うん、ところね、向こう6個ある。これ6個もあるんです。どこに入ってくるんですか？で、どこに入ってくるとかじゃなくて、グレードはまた変わるんですわ。日本の5個に1個増えるんじゃないんですよ。あえて僕の場合、一番下は GX。これは一緒なんですけど、はい、日本だと一個上は AX。うん、GX の、まあ、7人乗りみたいなイメージなんですけど、向こうは AX がなくて、GXL っていうグレードなんですよ。ポテトの L サイズみたいな。違う、大きさは一緒。そう。車の大きさは一緒なんだけど、GXL っていうグレードがあって。何が違うんでしょうね。カタログはね、僕も隅々まで読もうかなと思ったんですけど、英語力がないもんで。そっか、全部英語。英語です。全部英語なんです。あ、そっかそっか。だから日本語自動翻訳で持ってくと、まあ意味がわからない。そうですよね。先ほど言った通り、ディーゼルしかない。ってことはディーゼルで7人乗りもあるんですよ。そう、日本はディーゼルは上のグレード、さらにディーゼルは5人乗りしかないんですけど、7人乗りも5人乗りもあるんですね。日本でも出せないわけじゃないんじゃないかな。そうですよね。で、これから先ね、モデルチェンジとかした時にお客さんの要望とかあれば、可能性としてはありなんじゃないかなっていうのは思いましたね。やっぱね、家族が多い方で7人乗り時代でね、そうですね、乗りたいって方もいますし、さらにまあディーゼル値段も出てるんですよ、これ。おお、気になりますね。ランドクルーザーって、世界中、どこのランドクルーザーも日本製なんですよね。精度が高いというか。日本のトヨタ。そう、作りがいいというか。それがね、やっぱ国によっては、日本のトヨタでも、アメリカのアメリカで作ってる車もたくさんあって、その中で、これまたびっくりです、値段。
どっちだ、はい、どっちだ高いのか低いのか。日本で作ってますからね。簡単に言うと、日本から、まあ、輸送費とか。そうです、うん。船で運ぶんでしょうね、車はね。宅急便じゃないんでね。まあ、まあ、そうすると、オーストラリアまで運んだだけで何十万ってかかるでしょうね。オーストラリアか。オーストラリアドルっていうので換算しましたね。おー、お願いします。これも変わるんで、変わりますね、調べた感じで、オーストラリアドル83円。安いんですね。うん、米ドルよりオーストラリアドルは安い。83円で計算して、GX が800万。GX で800万しちゃうんですよ。つまり日本の一番いい GR のディーゼルが買えちゃうんですよ。ああ、プラス300万円だ。そう、プラス300万円。実際車っていうのは乗り出すのにいろいろかかるじゃないですか。日本はあれ消費税込みで800万なんですよね、 GR のディーゼル。だからちょっと調べてませんけど、オーストラリアに消費税があるのかどうか知りませんけど、乗り出すまでに重量税、自動車税、所得税、自賠責保険、それを考えると日本人でよかったっていう話ですね、これね。日本で作ったものを日本で買うのが多分一番安いんですよね。ちなみに一番高い GR ね、これも83円で計算すると1220万ぐらいかな。買えないね。GX2 台買えちゃうよね。日本だったら。買えちゃうね。で、面白いのが、まあ、グレードの話、さっき6つっていう話しましたけど、一番上が GR。下が、サハラ ZX っていうグレードなんです。かっこいい。かっこいい。それがいい。サハラ ZX。今、一番高いって GR って言っちゃいましたけど、ちょっと間違ってて、なんか定価はサハラ ZX の GR 高いんですよ。10万円ぐらいで ZX の方が高いんだよな。なぜかわからないんですけどね。装備面が何か。あ、じゃあサハラ ZX がナンバーワン。値段で言うとそうなっちゃってますね。オーストラリアってもう国土がものすごい広いじゃないですか。僕が調べた時も、場所によって値段が違うんですね。日本も多分沖縄と北海道だけが、ちょっと高いのかな、車って新車は。輸送費がかかるかな。輸送費とか。僕はね、一応人にの値段でちょっと今回換算してますけど、6つあるグレードで、一番下が806万。で、その次の GXL。これがもう909万。もう、100万上がっちゃうんですよ。下から2番目でもう100万上がっちゃうんで。で、一番の、まあ、驚きは値段だったり、グレードだったり、あるんですけど、この写真を見てください。これどうですか、グリルがハイラックスみたいにバッドブラックなんですよ。まあ、日本ではちょっとあんまりないですよね。で、よーく見てください。左の A ピラー。出た A ピラー、はい。はい。そこにね、GX はね、まさかの。スノーケルが標準装備なのかな、これ。これ標準装備なんですか。カタログにこう載ってる以上、多分そうなんじゃないかな。嬉しいですね。そう。さらに、ホイールよーく見てください。鉄ホイールなんですよ、これ。日本では GX でもアルミホイール採用だったんですよね。さらによーくライトを見てください。すごい。多分 LED ライトじゃないんですよ。ハロゲン、ハロゲンがなんか細い目のありましたよね。あれじゃないんですよね。日本の細かったですね。英語が詳しい方ちょっと外してみて。ハロゲン割れたらすぐ交換できるみたいな、そういうのがあるんですかね。玉、まあ、は安く売ってるんで簡単に玉交換できるようになってるのか、うん、僕の勝手なイメージでやっぱね、オーストラリアは働く車としてやっぱランクルは売らなきゃならないんで、コアラとかカンガルー関係ありますか。関係ありますね。関係あれはある。あるんですよ。これあるんですよ。あの本当ね、視聴者カタログこの後動画を最後まで見てからですよ。はい、見てからってカタログを見てほしい。概要欄にそうですね。はい、見てほしいんですけど、オーストラリアトヨタの公式のカタログの一番最後には、はい、ルーフケレーだったり、あと昔カンガルーバンパーってごっついやつ。かっこいいね、あれね。あれがついたオプション設定の写真も出てる。日本では一切出てないんですよね。それないですよね。ない。いないからじゃない。いないから。まあ、僕の友達でね、イノシシの親子を引いてアプリ使ったと言いますけど。いや、ほんと。イノシシバンパー必要ですよね。まあ、茨城だと、タヌキが出てきたり、ね。そう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 。向こうは、やっぱ砂漠を横断したり、はい、実際カンガルーとか、ぶつかる可能性があるんで、遭遇率が高いですよね。スノーケルも、まあ、水と、まあ、ホコリをね、やっぱり吸わないために上の方からあるっていうのはね、私はカンガルーバンパーって言ったんですけど、今ね、ブルバーっていうのが多いみたいで。ブルバー牛なのかな、ブルって多分。あ、うん、水牛だったりいるんでしょうね、はい、それがトヨタの公式のカタログにオプション設定で買えるように出てるんですよ。国柄出てますね。もうすぐ気が付いたんですよ、日本のカタログとの違い。スノーケルの空港で持ってきてください。確かに紫ないですか。紫はさすがにない。まあ僕はねちょっとどうしました？どうしましたか？